え、言っていいですか？うん。うわちょっと待って、マジでやだ、マジでやだ。よっしゃ、よろしくお願いしまーす。何かが質が変わってるんじゃないでしょうか。シャイレコミカラメ、シャイレコミカラメ。脈々と受け継がれる血筋というものも存在はするんじゃないですか。すごいよね、やっぱり感心するわ、そこ毎回あるから。でもそんなんじゃないよ、チャンネル名。ほうじゃなんなんだよ、シャレコミカラメストーン。ほうじゃなんなんだよ。他人の財布の中身バトル、5万円を目指せ。今から、ちょっと知り合いに電話をします。で電話をして、財布の中に入ってる現金を言ってもらいます、で積み重ねてって5万円に近い方が勝ち。バトルだよ。いや勝てるな。だなんでそれ、こんな書いてるやつに俺負けないよ。こんな勝負の前にこんな書いてるやつに俺は絶対。うわ、ダセー、締め。でいい、それ金ある人から金ない人まで。そう、いや金ない人しかいねえだろ、知り合い。5回まで電話できるってことにします。じゃあ5回戦。じゃあ5回戦。いいね。5人。オッケーオッケーオッケーね。うん、5万ね。5万を目指せばいい。じゃあどっちからかける？いや、いいよ、0時から行って。じゃあ俺からかけていい？うんうん。ちょっと誰にかけようかな。シャレコメカラメストーン。もう超えたら一発。いや、そうよ、死亡でしょ。そう、え、超えたら死亡。超えたら死亡だ。じゃあ持ってちょっとだなさそうな、だドボン嫌だから、うん、持ってなさそうな人から電話するから。芸人系の方がいいのか、芸人系の。だからアセイくんとかいるけど、ミキのアセイくんとかもう速攻ドボンだろ、もうこんなの。今12時45分ですね。起きてないよ、12時45分でみんな多分寝てんだよ。でもそれで、全員出なくて終わりってパターンもあるからね。そうだよね、うん、ちょっと俺持ってなさそうな人でさ、サンスケさんに電話しようか。え、持ってない枠、持ってない枠で、うん、スーパーサンスケ今や。じゃあ電話するわ。いいよいいよいいよ、ね、で出なかったらもう1と数えられちゃうってことね。ゼロね、ゼロ。あうわー、ちょっとサンスケさん寝てんのかな。これやべえ、あー出ないよ。あー、ダメだー。え、じゃあちなみにこれ帰ってきたら、この企画内で電話が帰ってきたらあり、電話帰ってきたらありにする。まあありにしよう、ありにしようか。この撮ってる時はね。そうだね、うんうんうん、そうだね、うんうんうん、オッケーオッケー。よし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 、逆転したい俺は、ちょっと3万狙っていくわ。ちょっと一発3万。お前一発目で一発3万。3万持ってる知り合いなんかいる？意外と獅子頭は来た。お前いいな、電話しやすい人にかけてな、そうやってな。はい、行きます。はい、さあ出るのか。お、もしもし。あ、お疲れ様です、脇田さん。お疲れ、どうした？ちょっとすいません、財布の中身ちょっと見してほしい、聞かせてほしいんですけど。財布の中身いくら入ってます今？今ちょっと待って、はい、今どこっすかちなみに。寝てただろ。今家だよ。あ、家っすか。家だよ。裸っすか。裸だよ。聞くなよ、想像しちまうだろ。はい、これ何、 YouTube？ あ、いや、プライベートです。プライベートなんだ。いや、でもね、はい、昨日ペーペーに入れちゃったから。ペーペー、はい、1577円。おー、1577円ですね。うん、わかりました。ありがとうございます。すいません。また連絡します。おっしゃ、やった！これめっちゃいいペースじゃん。ちょっといいな。全員これだったら成功だもん。じゃあ、よっしゃー。たださ、そんな、まあゲームもそうなんだけどさ、
そのちょっと見え張ってんのよ、ペイペイに入れちゃったさ、普段は持ってるんだけどみたいな感じ出してんだけど裸だって。いや、おい、嬉しいわけねえだろ、女子に聞けよそういうの。女子芸人、お、女子芸人、その確かに、だってこの女子なら起きてそうじゃない、確かに、で裸が聞くっていいね、最悪だろそんなやつ、嫌われちまうよ。お金聞くだけで、あ、煮干しイワシのイワシは、うわ、大阪のイワシに一回かけてフリーを背負ってる、フリーを背負ってる煮干しイワシのイワシ持ってるぞ、あるぞ、頼む出てくれ、いわ、女の子起きてるだろ、うん、この時間、あ、ごめん、イワシな、おい、やばい、俺誰も、よし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 、ちょっと待って、マジで、よし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 出ない出ない出ない、マジで、もう、はい、もうダメだよ、もうダメ、はい、もうダメ、よっしゃ、ちょ待ってくれ、違う、これだからマジでゲームどうこうってなんだけど、うわ0時からじゃんっていうのがあんじゃん、でそれもやだし、それもマジでやだし今んとこ脇田さんしか出てないや、企画がやばいやばい大阪で言ったら、お、大阪攻め、大阪攻めする、大阪の方がちょうどいい、やっぱ多分 3,4 万持ってる、もう一撃で仕留まる可能性もあるんだけど、ただドボンになる可能性もあるからな、だから大阪ってでもそんな大量に金持たなそうじゃない、うん、何のイメージそれ、かわいそうに小刻みに持ってって、うん、で兄さんすいませんの、そうだ、あ、そのおごって、ごちそうしてもらってすいませんのイメージ、兄さんすいませんのイメージ、うん、じゃあ誰誰誰、大阪壁ポスター浜田、うわー、じゃあお前お前バカ、お前なになに、お前あいつ超金持ってるよでも現金は、いやドボンになってる、現金は、うん、俺1か2と想像だ、あ、確かに、いっぱい使うってイメージはないからな、1か2と想像、あ、でも確かにそうかもしんないな、1か2と想像で、うん、いけ、浜田は多分仕事だから起きてるよ、絶対絶対仕事あるもん朝から、よしよしよし あと1で、はい、ダメ、なんだよ、もう分かった、このゲームのコツ、金持ってる持ってないじゃない、起きてるか起きてないかやべ、浜田収録かな、浜田収録で、俺Q の清水さん、あのお子さんいるから、そうだ、お子さんいるから早いんだよ朝、うわそうだな、だから清水さんに電話かけるわ、いや起きてそうだな清水さん、起きてそう、起きてそう、あの人でもカード生活だから、あ、そうだカード生活だ、もう起きてるか起きてないかだからこっちは、よしよしよしおい、ちょっと待って誰も起きてねえじゃねえかよ、よしよしよし、おいか、ちょっと待って、マジ現実に伸びてきて、うん、0時が待って、そう、もう0時じゃんっていういい後回しでって気色あれ、おぉムカつくな、なんじゃない変な音聞かされちまう、いや、いつもそんなことしてねえ、あと1、あと1、あと1で、あと1お願い、ちょっと待ってマジでやだマジでやだ、よっしゃマジムカつく、ちょっと俺ずっとゼロ、ちょっと待ってよ、よし、でも逆ハイパー逆転あるからな、俺一撃で5万の可能性もある、もちろん寝すぎだよみんな、よしよし、何目当て、何次、今ここに来て、うん、だから起きてる、だってもうあと何3回、俺はあと3回、清水さんあと2回しかかけれないから、もう起きてるっていうのが一個必須よね、うん、起きてなきゃ話せないんだから、どうした、あ、なんで、いや今ね、うん、犬とのツーマンの LINE は LINE で、うんうん、太田からは返信来てるから、太田は起きてるってことだ、次太田にかけてみよう俺それなしじゃないで、なんでよ、いいじゃん別にそれなしだよ、なんでなし、違う、それなしだよ、反則負けじゃん、それもう反則負け、太田にかけよう、龍二にかけよう、ふざけんなよマジで俺龍二に、龍二に次、俺は、うん、マユリカのどっち、中谷、中谷ねの方ね、そうオッケー、忙しいよね、今収録に向かってる段階と想像するわ、逆に、車、車、そう、そう、収録に向かってる段階、もうで今起きたっていう段階、オッケー、予想ね、で2万、お、お、あ、もしもしあ、お疲れ中谷、あ、お疲れ様です、
ちょっと財布の中身ちょっと見せてもらっていい？はい？なんすか？ちょっと中谷、財布の中身一言目おかしいですよ。財布の中身ちょっと見せるってどうやって、あの数えてもらっていい？いくらあるか今。現金がですよね。うん、今裸？いや、なんでそう思うねん。フロアリーではあるけど。おお、裸だ。いや、あの服は着ましたよ。中谷、現金。うん、ちょっと今ちょっとごめん。言っていいですか？うんうん。36,000。うわ、うん、何がやねん。すげえ。え、何、惜しい、なんか、ね、おい、すげえよ、中谷。え、マジ中谷。何がすごいんですか？すげえ。ちょっと、また会った、訳を説明してください。また会った時にすごい買ったの説明するね。うん、後で連絡する。後で、あー、はい、ちょっと気になるな。 ありがとう、36,000。いや、名前で呼んでくれ。よっしゃ、ちょっと待って。いやー、今だから46,577円。ほら、収録前にもう風呂浴びたんだ今。もういい、俺一発逆転で、俺リュウジに、リュウジ5万持ってろ。だって言ったってファイナリストなわけだから、キングオブコントね。今で連絡来てんだから。やっざ、出ないわけないのよ。やっざ、俺リュウジ。リュウジね。ちょっと待って危なっ。よかった、電話しないでリュウジに。ムカつくんだ。だからこれだよ。うわ、平地なパターンだよ。よっしゃ、あと1だよ、レジ。あと1。ちょっと待ってくれ。あと1、あと1。待って。おかしいって。だってグループラインで今連絡来てんだよ。だからこうよね。うわっ、0時じゃん。だからマジ、じゃあお前、じゃあ俺さ、ゲームに負けるとかじゃなくてそっちの方が嫌なんだけど。0000だもん。マジでムカつく。俺も今46,000でしょ。でもドボンの、でも電話かけなきゃいけないわけだから、ドボン、俺はドボン狙いで、山口がドボン行ったら俺の勝ちだからな。いや、ストップもできるから。え、うん、あ、俺変わってきた。イワシ。あ、イワシお疲れ。あ、お疲れ様です。 あ、すいません、ごめんね、急に。あ、全然です。あ、ちょっとね、一個お願いがあってね。はい、はい、はい、あの、今財布の中にね、いくら入ってるか教えてほしいんだけど。鼻で笑ってる。後日でもいいですか？あ、なんで後日でいいよ。なんで後日。後日でいいよ。ちよっしゃ、よし、ちぇ、教えて。今私財布、財布の中身、あ、で、うん、あ、ちょっと待ってください。うん、7,000円と、お、 JCB のギフトカード5,000円入ってます。お、オッケー、ナイスだ。いや、それ7,000円と JCB が5,000円な、お客さんからの差し入れな。あの、換金しようかなって。よし、じゃあ換金しようかなってことだから、現金としていいんだね。換金しようかな、だから。いいね。いや、だって現金じゃないんでしょ、だって。厳しいな、こいつ。うん、勝ってるくせに。じゃあ、今、裸、今。今ちょっとだけ裸だ。ありがとう。よし、またご、またご飯行こうな。いいですよ。ありがとうね。ありがとうございます。あー、じゃあね。はい。はい。はい。その、だいぶ追い込まれてるから、レイジ。あと、一回しか。まあいい、まあいい。あった。うん。免除、1万、はい、今1万2000円。うん。よし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 。俺もう次で決めるわ、じゃあ逆に。で、決めるったって、だからあと3000ぐらいしか、3000ちょいしか。本当に金ない。やつにかければいいんだもん。誰キマポの。で、ほらもう分かってないもん、小松が。誰？キマポさん。キマポさんに。俺らが芸人始めて2年目3年目の時とかに、ちょうど同じステージで同じナインでやってた先輩なんだけど、沖縄の気まぐれポニーテールっていうラブホテルが地元にあるっぽくて、そっからキマポっていうコンビ名取って。
やってた先輩、今もうお笑いやってないで沖縄に帰ってるのかな。もうやってないんだ。やってないよ確か。あ、わかんない、沖縄でやってんのかな。別にやっていいよ、別にやってなくたっていいかな。キマポさんにちょっとかけキマポさんちょっとキマポさん、キマポさん、キマポさん、うん。てか、繋がるんだね、ちゃんと。繋がるっていうかさ、ツッコミの方ね、キマポのツッコミ。いや、どっちも知らない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、よっしゃ、逆にいいかもしれない。よっしゃ沖縄だから、この人。だから、沖縄遅いのかな。うんうん。ゆっくりだから。朝まで酒飲んでて。うん、次、もうこれラスト。うん。あー。よっしゃよっしゃおいおい、出ないでよっしゃじゃねただ、うん、これやってる間にかかってきちゃう可能性もあるんだからね。うんうんうん、あ、そうです。罰ゲームどうしますか。あ、そうか、罰ゲーム。キマポさんの、つかみを一人でやる。キマポさんの一人で、うん、キマポさんのツッコミを一人でやる、うん、いいね、うん、負けた方ね。全力全力キマポね。ただ俺全力全力キマポ知らねえちょっと待って、もうラスト1回だよ。レジ俺ラスト1回で、俺は今4万6000でレジ1万2000だから。じゃあ俺ちょっと最終奥義、もう負け確定してんの今の。最終奥義、最終奥義、最終奥義。お、はい、一回言わないでかけるわ。みんなに言わないで。え、そんななんか奥義系だっけ。奥義系、最終奥義、最終奥義。3万8000持ってそうなのよ。3万8000持ってそうなの。いやでも起きてないんじゃない。もう LINE じゃないから確かにな、これ LINE の音じゃない。ちょっと出ないってことある、マジで。ちょっと待って、出ないなんてことある。よしよしよし、ちょっと待って。ただいま電話しよっしゃ、はい、ちょっと待って。よっしゃ、今誰にかけたの。いや、自分の父親にかけた。ちょっと待って、父親も出ないってどういう。ほら、レイジだっぺよ。うわ、レイジだっぺよ。やったただ、わかんないよ、もう一人あんだよね。いや、だから俺はやめてもいいの、別にもう本当はね。でもかけて勝つわ、完膚なき。 あ、うん、誰誰誰だって。あとだから3000円でしょ、うん、3000円しか持ってない人だよ。3000円しか財布に入ってない人。3000円なんて全然ありえる。だって俺らの今の財布、俺多分3000円ぐらいしか入ってない。うん、だから俺らライン。うわ、これ大事な作業、大事だな。これ1個1個決めたいな。でも大事大事大事。うん、なんかかっこいいよ、確かに。ここでドロップしないで、うん、逆にここで、うん、俺リュウジにかけてみるわ。太田、うん、ちょっと待って、これで出たら俺もうマジでマジで出ないっていう。ちょ、お前出ない人を因縁の太田リュウジ。え、でもそれは、うん、俺にも加算されるってことじゃない。俺にも加算されるんだね。加算されないでしょ。だってそれはだって俺が攻めたポイント、俺が攻めたんだもん。リュウジはないと思います、お金。ファイナリストだよお前。あれあれ、犬太田は最新バージョンを利用していないから通話機能に対応していないため応答することができません。ええ、なんでかかったのさ。俺かかったよ。てか何それ、何その勝ち方。何その勝ち方。よっしゃしゃいいね、レイジちゃん。俺ちょ見て見て、なんだっけ、デコピンだっけ、デコピンだっけ。違うよ。46,577 対12,000で、俺の勝ちです。やったー、全然ムカつくでも、うん、視聴者は、うん、違う、レイジの勝ちだよってなってると思うよ。その男子視聴者はね、うん、イワシのあのあれを聞けなんだあれ、あれ、あれって何。いや、あれ、あれ、あれ確かにな。な、え、で、デコピン、罰ゲームデコピン、全力キマポだから、お客さんの方じゃないところにボケの人が挨拶をすんのよ、うん、で、それで突っ込むっていうね、うん、挨拶どこでっていうのがあるね。ツッコミが入るから。俺はボケと突っ込み両方キマポさんやればいいってこと。全力キマポお願いします。やってやるよ。どうもキマポです。あ、ボケボケボケ。挨拶どこで
よろしくお願いしまーす。ちょっと待って、え、キモモちゃんこれお客さんの前でやるか。多分着信のお知らせってなってる。え、来た。これなんだこの着信のお知らせってやつ。お父さん。どうか。あ、いいよ。あ、ごめんごめん。あ、昼寝してた？あ、寝てたんだ。あ、寝てた。あ、ごめんごめん。あのさ、お父さんさ、今さ、財布の中にさ、いくら入ってるかちょっと教えてもらってもいい？財布？財布はゼロ。いや、今、いや違う、今 YouTube 撮ってて、そうそう、それでちょっと聞いたんだけど、な、ゼロ円？どういうこと？ゼロ円って。ゼロ円だ。財布さ、金今入れねえもの。あ、そうなの？財布持ち歩くってことね。はい。田舎すぎる。ゼロ円。分かった、ありがとうね。お父さんまたゆっくり電話するわ。うん、はい、ありがとうございます。はい。おい、ゼロ円じゃない。ちょっと待って、心配になるわ。親がゼロ円。早く俺売れるわ。早く売れる。早く売れて持たせてあげて。うん、持たせる。財布買ってあげろって親父に。